先輩でよかった、後輩なのに緊張しちゃう芸人ランキング。さあ、ということで今回はですね、まあ先輩に、この世界いたら芸人の先輩に、まあ、緊張しちゃうのは当たり前じゃないですか、はいはいはい、今でも緊張しますよ、まあ、僕。そう、誰に？三平さん。三平ですって全然やってくれないから、ね、すごいいじりじゃないか、お前。全然やってくれない。いきなりすごいいじりじゃないか、全然やってくれない。いや、それやらないですよ、そんな。ワクチン打ったんです、本社で、うん、はい、その時はい、10分ぐらい隔離とか、その落ち着いてから帰るんですか、まあ、違う部屋で、まあ、待合室みたいなところね。そう、うん、三平さんと同じ部屋だったんですけど、うん、熊のぬいぐるみより喋んなかったです。たまに喋るじゃないですか、熊のぬいぐるみ、ね、いじるんじゃないよ、だから、うん、ずっといじってる、ね、三平です、ね、やんないってプライベートで。まあ、今ちょっと話しましたけど、はい、先輩にはちょっと緊張はしますけども、僕らもこういう芸風でやってるじゃないですか、はい、ただやっぱり後輩でも緊張する芸人っていうのはちょっとね、まあ何人かいるんですよ。逆に先に入っておいてよかったと、うん、そうそうそう。だからもし僕らがね、後輩だったらもうちょっと緊張するんじゃない、うん、そいつらのね、後輩だったら緊張するんじゃないかという、気使ってもらってるからね、はい、ただ1年早く始めたってだけで、いやそうよ、俺らのネタが面白くなくても面白くないとは言わないじゃない、うん、表向きは。1年早く40万払ってるだけなんだから、はいはいはい。ただ40万を吉本に納めてるかどうかで決まってるわけですよ、年も関係ないしね、うん、だから僕らが普段、まあ、接してる中でちょっと これ後輩だけど、こいつに会うとちょっと緊張するんだよなみたいなのをちょっと発表しようかなと、はい、いいんじゃないですか。じゃあ行きましょうか、はい、まあもうこれはね、多分基本的に全部、多分りょうちゃんもね、うん、納得してくれると思う。納得します。じゃあ、うん、僕あっちも行ってた方がいいですか。でも一応、ね、多分考えてるの一緒なの、はい、ちょっと待ってね、近所の G のファンがね、今我慢汁出てますよ。近所の G が見れるからね、今日の。さあ、第3位こちらです。はい、おばたのお兄さん、バタニー。やっぱバタニーは怖いよ。日本体育大学卒だから、体大卒だから、やっぱで日本体育大学卒し、いやいや、で直行でお笑い来てるからね、すごいよ、うん、日本体育大学卒でやっぱお笑いやってるやつってやっぱ怖いから、基本的に。いや、そうだね、やっぱ犬の心さん、そう、犬の心さん、池谷さん池谷さん、なんだかいつの方だから、池谷さんはね、いや、分かった、そっちはこっちかも。え、おばたモノマネしてるから、ね、池谷直樹つかモンスターボックス、あのさ、池谷直樹がちょっと怖そうなのに、まあ、平気でモノマネするのすごいよ ね。だってしかも似てるしね、池谷直樹にさ、お前モノマネ やめろよって言われたら、うん、一番怖いわけじゃん。怖いよ、肝も座ってんだよね。で、やっぱりあと何と言ってもやっぱ無限大ホールでの立ち回りですよ。もともとやっぱ無限大ホールでも風紀委員といって、後輩を見張る役みたいなのがいたんですよ、うんうんうん、それもともとがピースの綾部さん、はいはいはい、でこれも有名で、まあ、後輩に結構厳しく、うん、まあ、それはあれですよ、吉本のため、もう先輩のためにやってるんですけど、それでいろいろその、ね、まあ、間にいたんですけど、エリートヤンキーの西島さんとか、まあ、あとは誰だ、いた、まあ、渡さんとか、渡さんいろいろいたんですけど、はいはいはい、まあ、今ね、まあ、コットンの西村とかもいるけど、うん、やるとしたらやっぱ小畑のお兄さんでしょ、まあ、バタニーがね、やっぱり後輩にはすごいから、すごい小畑って天才だと思うのが、風紀委員ほぼ引き受けてさ、やってたじゃん、うん、やつよ。で、劇場を守っていくのかなと思ったら、うん、変なタイミングで卒業したから、まあ、風紀委員なのにもういないよね、うん、まあ、今いないけど、そう、お前ら挨拶とかちゃんとしろよって言ってたやつが、うん、いきなり劇場卒業するっていう、まあ、なんか芸風的にはめっちゃおもろくない？でも芸風的にはやっぱ卒業した方がいい、そう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 、 YouTube とかで稼げるからさ、わかるよ、いや TikTok とか SNS で、 SNS 王だもんね。だから俺はさ、昔言ったじゃん、小畑のお兄さんはもう、はい、もうお笑い界のはじめ社長みたいになるっつって、はじめ社長というか、なんかなんだろうね、こんだけレペゼン地球とかなのかな、なんか全部の SNS バズらせて、だから5年後にこびるための芸人ランキングっていうのはやったんですけど、その時オバターも入れたんだけど、そっからはやっぱ伸び率もすごいじゃん、でやっぱバックが強いから、そう、山崎パンついてるからさ、バックがすごくない、富士がついてるから、すごくない、女子アナを口説いてるわけでしょ、そんな芸人もいないよね、令和に。メンタルは相当強いよ。でやっぱ俺らに対してはさ、その先輩やっぱりもう日体大卒業なんで、体育会系なんで、めちゃくちゃ敬ってくれるんですよ。ただやっぱ後輩から聞くのはさ、やっぱりある程度ちょっとビシッとしてると。でもそれはあれをちゃんと、もう小畑のいいところなんですよ、悪口とかじゃなくてね、本当にしっかり礼儀正しいから、先輩が間違ったことしてたらそれは違うじゃないですかとも言えるから、ね、まあそう、だからそれで言うと、昔だけど、小畑とヒロチョと俺でコンパ行ったことあるんだけど、その
あのヒロチョの立ち回りにおばたずっと切れてたから結婚前でしょ全然前もう8年前とかじゃん本当に大丈夫9年前とか山崎パンでもう結婚してたんじゃないの9年前いやしてない全然多分もう俺らが3年目とかだよ本当にでおばたがでもおばたもやっぱすごいよその時は、うんうんうん、その後輩の立ち回りをめちゃくちゃしてくれたんだよ、でもう動きもすごいいいんだけど、ヒロチョってやっぱりその真面目ぶっちゃうからすごいその分かるでしょ一番ぶっ飛んでるんだよね、そうあの学校で言うと二軍リーダーだからヒロチョはそういうやつに対してやっぱおばたちょヒロチョさん何なんすかねあの感じ日芸対に日本体育大学、ね、そう日本大学芸術学部 VS 日本体育大学日本体育大学ね絶対合わないわ絶対合わないからあその時の見て北京ちゃんは新橋の豚大学だもんねいやいやそれトンドン屋ね、うん、もっとさ それお前トンドン屋なみたいな違う新橋も言わなくていいのうん、うん近所は豚大学だもんねって言ったら、うん、それ新橋にあるトンドン屋なっていうあれだから分かった頼むよじゃあもう一回近所は豚大学だもんな、まあ、それ新橋にあるトンドン屋じゃねえかた叩いてくれる、もうあのいやいや、ね、いやいや違う違うルジャー近所はでもラーメン大学だもんねいやそれお前はそれ長野県にあるラーメン屋だろあいやそれ知らないんだよ俺それ俺が教えたやつ お前から教わって俺知らないまま突っ込んでるからずっと長野県のファンが喜んでるなんなんね長野県にラーメン大学ないのよ、うん、あんのあるあるラーメン大学俺よくいじられてたわ うまいそれいやいやうまかったラーメン屋でラーメン大学って俺ラーメン大学ってラーメン屋っても行かないよ今ないあんま今ないんだけどチェーン店チェーン店長野にあるチェーン店で、それ大学はないですラーメンで大学大学って書いてあってでよくお前バカだからな、うん、お前あれだよ高校卒業したらラーメン大学だなとか言って言う地元の人が親父とかが言う感じ大阪で言うお前吉本入れお前そう勉強できねえし面白いからみたいなそう長野のある一定の地域でそれ何がおすすめの一番のラーメンなのおすすめのラーメン醤油だと思うでしょいやまあラーメン大学でまあベタだね醤油だと思うじゃん味噌、うん、いやいやラーメン大学まさかの味噌違う違う、うん、あの醤油だと思うでしょって、うん、うんって言ったけど別に思ってないでおすすめ味噌でいやいやでおすすめ味噌で一応醤油もあるのよ醤油もあんのね醤油もあんのおすすめ味噌でこの辺ね金ちゃんで醤油もあんのどのぐらい差開いてると思うおすすめ味噌で結構開いてるじゃん結構開いてるそうじゃん、うん、このぐらい醤油このぐらいっていや違う違うどっち頼んでも一緒ぐらい俺つけ麺とかさ、うん、担々麺とかちょっと違う方向で来るのかと思ったら味噌なの全然学部は少ないよラーメン大学だいぶ少ないね味噌と醤油偏差値あんまり高くないんだよねそうそうそうラーメン大学、うん、店舗によって豚骨があるかないかでもうまいんでしょうん別にうまい、うん、うまいよね普通いやいや違う、うまいって言っといたうまいうまいうまいって言っといたうまいうまいなんかバカにしてるみたいなバカにはしてないあんまないんだよ今昔俺の子供の時あった店舗だからまあすごいでもやっぱいいんだよラーメン大学小畑のお兄さんからラーメン大学の話でラー大の話はいいすごい YouTube だねこれはね、うん、幅広いダメ車屋ラーメンとか知らない知ってるよ埼玉俺も行ってたデラックスとかって生卵入ってるでしょそうそうそうあと車屋ラーメンも長野に多いんだけどあれだから東京っていうよりでちょっと郊外にあるんだよ ね、おすすめは醤油だと思うじゃん車屋ラーメンまあまあね確かに味噌ネギ味噌辛ネギ味噌めっちゃうまいから車屋ラーメンデラックスだって、うん、俺知ってるもんめっちゃうまいから生卵乗ってるやつだって車屋ラーメンの味噌ラーメンそめっちゃうまいからそのミスじゃん味噌をパワーワードみたいに言ってるけどさ車屋ラーメンとさラーメン大学の話いいあ俺が一番好きなラーメン屋なん北海道のスミレって言うんだけどあ知ってるよ俺が一番好きなラーメン屋だから醤油だと思うじゃん一番おすすめいや違う味噌でしょ、うん、味噌だと思うじゃん味噌だと思うでしょスミレって言えば味噌だと思うじゃん北海道ラーメンで味噌が有名じゃんスミレで味噌だと思うじゃん味噌でしょでも通い切った人実は醤油もうまいっていうねまさかスミレ醤油もうまいねこれ多分ねうなずいてる人いると思うよスミレ実は醤油もうまいから、ね、醤油だと思うでしょ、うん、の振りは何だったのじゃあ、うん、醤油だと思うでしょの振りなんだったのあれラードはラードが、ラードが効いてねあ味噌だよそれも北海道の人寒いからラードで温まるわけじゃん味噌じゃんそれこっちは東京じゃん、うん、もうほんとダラダラスミレとか純麺とかもそれの系譜だったよね、はいはい、カムイとかねエビスにあったどうでもいいんですよそんな俺のセリフだよお前てめえだろバタニーの話バタニーの話もないよで緊張するのがやっぱ女子アナくどいてて日本体育大学卒でもうメンタルも強いんでしょっていう、ね、そう劇場の風紀任せられたと思ったら SNS でやっていくって決めてすぐ卒業するっていうこのだからりょうちゃん茶番はここまでですこっからが本編なんだちゃんがの会長も言っててくださいそれモノマネしてるちゃんがの会長こう来てちゃんがのちゃんでひだってモノマネしてるだけで土下座すると思いきや最後に倒立するっていうね
で山崎パンがおおっていうね、よくちゃんがの会長よく分かって知ってるね。ちゃんが好きだから今。そう、小畑のお兄さんがね、はい、イテウォンクラスのちゃんがの会長のねモノマネをしてるんで、ぜひ皆さん見てください。六本木クラスは多分小畑がちゃんがの会長やるじゃないですか。竹内涼真君を背負い。世界観壊れちゃうから。じゃあ2位いきます。はい、2位お願いします。はい。2位は霜降り明星の粗品です。うまいね。はい、やっぱりね、やっぱ M1 チャンピオン、そして R1 チャンピオン、もうあのお笑い能力、もうツッコミ大喜利もできますし、もうボケもできますし、もう僕らが文句言うことが一つもないんですよ。で、やっぱり僕らみたいな芸風ってやっぱりそのお笑いコンプレックスあるでしょ、正直。賞レースコンプレックス。賞レースも何も取れないし、大喜利もダメ、はいはいはい、でもうなんかその一発ギャグみたいなのもできないじゃない、はいはい、だからやっぱりちょコンプレックスがあるわけで、粗品に会うとさ、粗品ってめっちゃ礼儀正しくていいやつじゃん、俺らに対して。めちゃくちゃいいやつ。たった1個上のね、何の実績もない、はい、でもなんか俺ら勝手にコンプレックス感じすぎて、心の中ですごい北総えまれてるんじゃないかってい う, そ う, そう、だからちょっとあの不安ね、あのあこいつら喧嘩しかできないと思われてるんじゃないかっていうね。いや思われてるよ、俺らのネタ、お前見ただろ、俺らのネタやってる時粗品全然笑ってなかった。いやいや、ただやっぱり小指の爪のここのゴミ見てたから、こう俺らのネタやってるから。やっぱ粗品、やっぱその時も爆笑問題さんとか粗品もいたんだけど、やっぱ爆問さんには緊張しないんだけど、粗品に緊張するじゃん。確かにな、なぜか分かんないんだけど、ネタやってる時も爆問さんに受けなくても、うん、あもう別にいいやって昔の人だからそうそうそう分かんねえやってね。そうそう、でも粗品に受けないと出た飛んじゃうよね、うん、でもね、見たでしょ、俺らがその漫才やって、うん、まあ粗品とか第7世代とあと爆問さんが見てたんですけど、うん、やっぱ太田さんが一番笑ってくれてた。あ確かにね、マジで。 で, 一番でも変なとこで笑うんだよね。一番笑ってないの知ってる、うん、田中さん田中さん一番興味ないから、うん、お笑いに猫でしか笑わない、うん、もうお笑い一切興味ないから。あのあと本当極度のミーハーで、そうあのゴシップ好きだからね、うん、まあ、一番でもまあこっち側の人間なんだけど、そうそう、地上波で初めてガーシーって言ったのは田中さんだから。ああそう、松本さんと田中さんが同時期ぐらいに、ね、でもあれをさ、すごいのがさ、太田さんですら様子伺ってる時に平気で出しちゃう田中さん、ね、この間収録で3回ぐらい言ってたね。そうだよ、おいっつって、お前、まあ、1回の収録ってガーシーって言っていいの1回だけだよみたいな、勝手にルール決めないでください。いやそんなことないっすよって、そうみんなのガーシーでしょっつって、うん、だからあれすごいのが、田中さんがいじり始めて太田さんも、うん、大悟の結婚式行ったらガーシー出されちゃったよみたいな、うん、でも田中さんが最初にもういじり始めたから太田さんも乗っかってるだけ、まあ、いいんだっていう。意外と書くは田中さんだから、田中さんの方がぶっ飛んでるから ね,、まあねうん、田中さんの話いるよ。粗品だから田中って書いてないのよ。でも俺心配性が一番面白い番組だった。まあ面白かったね、若手芸人にとって出て楽しいというか、楽しいし視聴率もね、うん、ああよかったんだ。あの芸人周りが見てる人が多いから関係者の人とか。心配性って本当爆問さん、俺らもお世話になってるけど、心の中でなんか吉本嫌いなんじゃないかとか、吉本に偏見あるんじゃないかと思ってるじゃん爆問さん。でもザ吉本の王道行ってる霜降りとさあやってさ、あんだけ面白い番組になるんだっていう化学反応を見たよね。粗品もやっぱりお笑い能力もお笑い筋力もすごいとムキムキなんですよ。なんですけど、うん、ちょっと先輩だからか分かんないですけど、一回ねあの霜降り明星の番組で僕らがロケ行ったんですよ、はいはいはい、そしたらそのロケをあのスタジオで V で見てくれて、その日にツイッターフォローしてくれて、 DM で僕らの番組のロケ行ってくださって本当にありがとうございますみたいな来て、そういうこともできるやつじゃん。粗品ってね、尖ってるように見えるじゃない。でも芸人の先輩にすごい礼儀正しい、ね、めちゃくちゃいいやつだよね。たまにスタッフさんに注意する時も、自分が初めて会う先輩が菊池嘘つかないさんの MC の時に粗品が演者として出て、スタッフさんの段取りが悪くて菊池さんに負担がかかるからっつって、リハの時にこれあかんやろ、これ台本こう変えとかなみたいな、うん、菊池さんがこれ本番かわいそうやろって、まあ、先輩のことを思ってってことね。そうそう、でもそれがやっぱそのスタッフにちょっと怒ったって部分だけ切り取られて、うん、怖いってなっちゃうんだけど、だ意外と怖いイメージが、ね、あるけどね。今ってそれを覚悟できてできる人いないじゃん。みんな自分に自信がないから、うん、金ちゃんなんか後輩に怒りたいけど怒れないっていう人じゃない、何の実績もないからさ。いやお前もだろ、3食食べてきましただけじゃない、賞レースって。いやいやそれ生まれてからずっと3食食べてきましたって。それ賞レースになってないのよ。そうそうそう、まあだから粗品がね意外とあれなんだよね、思われてんのはなんかそういう怖いとかね、怖いとか尖ってるとか。俺らはもうそっち側じゃなくて、まあお笑い能力がもう高いし、まあ次世代の MC って言われてるし、だから俺らのことをちょっとこう喧嘩しがないやろうと思われてるんじゃないかっていうコンプレックスでね、こういうの思ってるけど、実はめちゃくちゃいいやつで、あの芸人の中でも本当愛されてます。ただ粗品の後輩になったらちょっと気使うなというね。なるほど、まあ、後輩でも緊張しちゃうなって、ね、俺は尖ってなんかやっぱ
ご意見番としてやってってほしいけどね。まあそうね。それじゃないと俺らだけが目立っちゃうじゃん。いや確かに。先輩に必要枠ではある、ね、先輩に苦言呈する時の俺粗品が好きでね、うん、こんだけ礼儀正しいのに違うとか嫌だと思ったことちゃんと言うから、ちょこちょこは言うからね。まあでもそれ言えるっていう多分素晴らしいよね、芸人として。じゃあ続いて1位いきます。最後誰ですかね、粗品を差し置いての1位。はい、こちらです。イエス・アキト。いきなり後輩ですよね、はい、イエスは。アキトはギャガーじゃない、ギャガーですね、めちゃくちゃ。でもも もう面白いよ、もうギャグも連発的な、うん、無限にできるから、めっちゃおもろい、すごい。あの10回連続で言って10回とも全部面白い、全部面白い。であのもうあの優劣がないから全部おもろいから、うんうん、でやっぱイエス・アキト怖いのは、りょうちゃん間近で見たことある、はい、イエス・アキト、はい、目めちゃくちゃ怖いからマジで。その今普段あの、うん、ね、眼鏡かけてるんですけど、眼鏡取った時の目がもう花山薫みたいな、ね、そうそうそう、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ細いから、あの本当に俺らみたいなこわもてよりもはるかに怖い、うん、だから白黒の本当ウォンテッド写真の時の目だよね、昔のね、うん、でやっぱり俺も代々さ昔から言ってんのよ、うん、やっぱギャガープライベート怖い説って唱えてるんですけど、やっぱイエス・アキトもそこに俺入ってくるんじゃないかなと思って、やっぱり俺ギャグやってる時もイエス・アキト大好きで面白いじゃん。ただそのプライベートで喋る時ちょっと緊張しちゃうんだよね。いいやつだけどね、いいやつなんだよ、めっちゃいいやつなんですけど、うん、確かにアキトとさ、うん、この間ラーメン食いってめっちゃ楽しかったんだけど、うん、アキトが「いやお兄さんこれめっちゃうまいですね」って、あのうまい目じゃないのよ、もうなんかあの、ね、いやこれめっちゃうまくないですかって、うん、あのこの、あの小川直也の目なのよ、そのめっちゃうまいっすねみたいな。小川直也もそういう、小川直也がもう行っちゃってた時の、うん、これめっちゃうまいっすわって。確かにパーマ大佐とね、うん、僕らで4人で、それもおかしいのやっぱパーマもおかしいから、だから パーマもちょっと怖いよそりゃ、うん、でパーマ大佐もね、パーマを、うん、アキトがいじってみんなでパーマいじるノリになるじゃんやっぱ、うん、でアキトもやっぱおもろいから、まあそうだよ、ぐっちゃぐちゃになっちゃうんだよね、あすごくね、鬼越トマホークとイエス・アキトとパーマ大佐でラーメン食いって、で、うん、すっごい怖いのがすんげえ小食なんだよイエス・アキト。あのギャガーでちょっと小太りで、でめっちゃ飯食いそうじゃん、普通に博多ラーメンでおかわりしてなかったから、普通ね麺方でさ 2杯ぐらいいくでしょ、うん、ね、麺変えていくじゃん、でもう全然食わないからイエス・アキトは。めっちゃいいやつで気遣いだから、うん、俺らが「おいチャーシュー丼とかご飯も食べろよ」って言ったら頼んでたのよ、うん、朝食なのに、朝食が無理してね、めっちゃしんどそうに、うん、あの最後飯が食えなくて、丼のね豚骨ラーメンと飯、うん、あのスープひたひたにしてちょろちょろしながらちょっとだけ食べるっていうのやってたから。見た見た、その、うん、スープの下に米隠してたから、うん、おじやみたいにして断っていいんだよ、スープの下に飯隠して断っていいんだよ、断れよお前食えないときは、うん、朝食のデブっているから、飯残したやつをスープだから入れて、うん、スープで飯隠してたから、死体と一緒、もうやり方沈めてる、あれスープの海に、であれはもうダメやっちゃう。で、どんな感じだったっけ、アキト、どうこのラーメンうまいっつって、うん、いやめっちゃうまいっつって、目はどんな感じ、いやもう目ギリギリめっちゃうまいっつってどれぐらい前ダイブルパチンコってやってはくれるんだよダイブルパチンコやってくれるんだよ、会話になってないじゃん、立ってない、どれぐらい前ダイブルパチンコで、その時パーマン、パーマンパーマンメイキングメイキングパーマンで、パーマンはめちゃくちゃ食うからパーマンはやっぱ親の敵ぐらい食うから飯、あのやっぱあんだけさ音楽できるやつで、あの食い方するやついないから、パーマ、パーマンもじゃないじゃん、パーマンも一応入れておこう、パーマンアキトじゃない、でアキトってアキトパーマのこといじんのめっちゃ好きだから、うん、タクシーで帰ってたよみんなで、うん、帰った、アキトがさ、うん、パーマいじってたらさ、あのタクシーの運転手の人がパーマの声がでかすぎて不機嫌になっちゃってさ言われてたな、そう、そんな大きな声で喋らないでくださいって言われてたね、ちゃんと一応ね、うん、あのシートとかあったから喋ってたんだよ俺らも、そうだね、完全シートあってマスクもしてたから、パーマはやっぱもう楽しがってくるから、うん、俺らがそうそうそう、俺らで、俺らで秋とか、うん、で、まあ秋とを挟んでる状態の鬼越トマホーク、でもいけないのがパーマって空気読めないから、うん、別にタクシーの助手席に出るじゃんパーマは、うん、こう前向きながら喋ればいいのに、なんかこう後ろにこう向きながら、いやいや、ね、そうっすよねとか言っちゃうから、かね、運転手さんからしてここら辺来るわけじゃん、まあ、あの大声がね出してると飛沫が飛んじゃうから、そうそう、うん、でもここにもボードあったのよ、まあ、ちゃんとあったから大事なんだけど、あのボードあるタイプの、うん、だからタクシーのおじいちゃん運転手にを怒らしちゃうぐらいのパーマの変なオーラだよね、あ
まあね、ここら辺、まあ、やっぱあれ見たらちょっとやっぱり緊張したよね、うん、だからこのコンビだね、アキトとパーマの。そうそうそう、やっぱ怪奇は俺大好きなんだけど、やっぱ怪奇で一番まともなのダントツでどんぐりだから。あ、まあそうだ、イケメンだし、ラーメン屋なだれてるもんね。そうそう、一生で阿佐ヶ谷一生で。なんで働いてるか知る？最近芸人としても仕事もらってんの。なんで？バイトが好きだから。あ、ラーメンが、ね、ラーメンが好きとか、ラーメン屋になりたいとか。なんでもいいんだ。いや、なんでもいいわけじゃない。一生めっちゃ美味しいし、うん、まあまあうまいよね。ちゃんと仕事してる、真面目、うん。でもバイトが好きなんだ。バイトというものが好きなんだ。ラーメンが好きだからじゃなくて。ラーメンも好きなんだけど、うん、バイトが好きだから。バイトしてる自分が好きなんだ。ちょっとそれはもう。一応、あれだね、どんだけ、どんだけも入れとこうか、うん、いやこれぐらいのランキングになりましたけども、まあ、やっぱり今ね、昔ほどの先輩後輩の、まあ、上下関係もないんで、うん、僕らもすごい緊張する先輩っていうのも少なくはなってきましたし、後輩でもね、そんなにはいないんですけど、ね、もうこの3人は、ほんと完璧主義者だから、うん、ネタとかお笑いに関しては、ね、僕らみたいな後輩の名前を出してね、稼ぐって YouTube やってるやつらよりめちゃくちゃ努力家だから3人とも。そうだよ、だって、うん、みんなその俺らが思ってるのもお笑い能力が高いから、そうそうそう、ちょっとコンプレックスに思ってちょっとビビっちゃうっていうだけで、みんな志が高いじゃん俺らってさ、うん、なんかをパクってお金にしようとかって、ここの3人ってもうなんだなんか本田宗一郎の自伝とかを読んでお笑いを目指したんじゃないかってぐらい、なんかクリエイティブだよね、クリエイターだね、うん、だって作ってんだよ俺ら。ただ女芸人斡旋してるだけだからね、本当に。そうそうそう、今はそうだね、うん、それで小銭稼いでお金あげてるから、うん、よくないよ。これはデリヘルの経営者の人に芸風一緒ですよねって言われても、じゃあ斡旋してるだけだ、うん、斡旋でもないんだけどね、うん、店の女の子で僕らも TikTok 撮ってますけど、鬼越さんも一緒ですよ、ね、俺らも完全に一緒だねでさあということで、はい、まあ、この3名、まあ、別にめちゃくちゃいいやつですけど、僕ら勝手に緊張しちゃうというね、怖い芸人でした。感謝しかないです、はい、ということで本日は以上です、ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。